風水ラバン十数学は、前近代の中国とその周辺地域で発達した学問分野の一つ。十数、数術、数術学、十数文化とも言う。大まかに言えば、占い、占術と、ほぼ同義。具体的に言えば、疫、風水、先生術、鬼門遁行などの総称。言い換えれば、五術のうちの命、占い、僧の総称。 中国古来の数理哲学や宇宙観を基礎理論とする。十数学という分野文分は古代中国の図書分類法に由来する。具体的には漢代の図書目録である漢所芸文詞に由来する。漢所芸文詞は漢代当時に存在した書物を6分野に対別して整理した。その6分野の一つが十数学である。この分野文分は 関大以降も型を変えつつ継承された。具体的には、東代以降の分類法である4、部分類法においては、古部の解分野として継承され、新代の4個定用にも継承された。ただし、時代によって含まれる書物の範囲が変わることもあった。十数学という分訳文は、以上のような図書分類のために作られた分訳文である。そのような事情もあり、 十数学とは何かという明確な定義は決まっておらず、学者によって様々な定義がある。なお、漢大より前の時代、つまり先進時代においては、十数学にあたる分野は、法術と呼ばれていた。法術は、占いだけでなく、神旧や本造学などの分野も含んでいたが、漢大以降分離された。十数学は、近現代の中国学では長らくマイナーな、 研究対象だったが、20世紀末頃から、盛んに研究されるようになった。その経緯として、馬王大白書や水古地畑館といった、出土文献に、十数学関連の文献が多く含まれていたことや、未調査だった、十数学関連の写本や漢本が調査されるようになったこと、などの経緯がある。また、日本では、戦後の木村栄一、中村昭八、暗挙、 香山、山田啓治後、堺で義信をはじめとする学者たちによって、術数学が中国哲学史、中国科学史の重要な要素として徐々に注目されるようになったという経緯もある。術数学の解分野はあたきにわたり、中には必ずしも占いとは呼ばれない分野も含まれる。例えば、相馬術は風水や人相占いなどと同様の愛術として、 十数学に含まれる。十数学の回分野の多くは、政治から日常生活に至るまで人間の様々な営みと結びついていた。例えば、非選びなどの占いは閉学において、合戦の勝敗を左右する要素として、軍師、軍売者に重要視された。十数学の回分野のいくつかは、現代でも民間の風俗、民族として残っている。また、 中国大陸だけでなく東アジア各地にも伝播している。例えば日本の恩苗道は十数学が背景にあった。ふっつぎと除花、発見などの発明ものとされる。ありがとうございます。